政府はまん延防止等重点措置を適用している群馬、石川、熊本の3県について、13日で解除する方針を正式決定しました。政府は群馬、石川、熊本の3県について、新規感染者が減少し、病床使用率が改善したなどとして、政府の分科会に適用解除を諮問し、了承されていて、持ち回りの政府対策本部で先ほど正式に決定しました。これでまん延防止措置の対象は、首都圏と中京圏の5つの県に縮小されます。また、菅総理大臣は、G7 主要7カ国首脳会議への出席のため、イギリスに向けて出発します。